続いてはお隣石岡市のイベントの話題です。石岡市では1月31日月曜日まで市内の魅力を再発見するイベント石岡タイムスリップスタンプラリーが開催されています。石岡市で現在開催されている石岡タイムスリップスタンプラリー、市内の各スポットをめぐり石岡の魅力を再発見してほしいという思いから企画されました。よろしくお願いいたします。はい、このタイムスリップスタンプラリーとはまずどういったものなんでしょうか。はい、こちらですね、石岡市ではコロナ禍で落ち込んだ観光消費を拡大するため、また石岡市の認知度向上と誘客促進のため2022年1月31日までスマートフォンを活用したスタンプラリーを実施しております。ではこのスタンプラリーに参加すると皆さんにはどういった特典があるんですか。はい、1月の商品はですね、スタンプを3つ貯めていただく C 賞はダチョウ王国のカレーセット、はい、スタンプを6つ集めていただく B 賞は、小伊勢姫の舞福丸といった、お米が各5キロ当たります。そして、スタンプ15箇所ですね、すべて集めた方にはパラグライダーの半日体験チケットが当たります。石岡市ではですね、これからの時期いちごが旬の時期を迎えますので、いちご狩りに訪れた際にはぜひ石岡タイムスリップスタンプラリーにも参加していただき、石岡市の観光施設や石岡市の自然あふれる風景を楽しんでいただければと思います。皆様ぜひ石岡市へ遊びに来てください。今回のスタンプラリーはスマートフォンの GPS 機能で電子スタンプを獲得し、スタンプの数に応じて賞に応募できるものです。公式サイトで気になるスポットを確認し、いよいよ出発です。まず初めにやってきたのは石岡市国府にある国の登録有形文化財丁子屋を活用した立ち寄り施設まちくらあいです。店内には工芸品や獅子頭のグッズ、市内産の果物を使った食品など石岡にゆかりのある品々が並びます。石岡の古き良き街並みをのんびりと散策し、ほっと一息つきたくなった際に立ち寄りたい施設です。施設を出る際には GPS をオンにして忘れずにチェックインしましょう。続いてお邪魔したのは石岡市染谷にある日立ふどきの丘です。こちらの施設では歴史的財産を活用しながら歴史、伝承、体験学習、スポーツ、コミュニティなどの活動を楽しむことができます。かなり大きいです。園内の目玉は何といっても日本一の大きさを誇るこの獅子頭。高さは14メートルほどもあるそうですよ。立ち不動機能か。こちらでも忘れずに GPS をオンにしてチェックインします。できました。最後にお邪魔したのは石岡市吉生にある緑と花と動物の里、東筑波ユートピア。園内には猿回しショーで人気のニホンザルをはじめ、たくさんの動物たちがお出迎えしてくれます。疲れた心を可愛い動物たちが癒してくれる市内屈指の人気スポットです。すごい、こんなに大量の猫ちゃんに囲われたことがないので幸せでおかしくないそう。園内の猫ちゃんハウスキャットピアでは、なんと20匹もの猫ちゃんがお出迎えしてくれました。東筑波ユートピアにはたくさんの人懐っこい動物たちがいますので、ぜひ遊びに来てください。はい、これでスタンプが3つ貯まりました。
今回巡った3施設で集めたスタンプを使って1月の C 賞の景品ダチョウ王国カレーセットに応募しました。ダチョウ王国のカレーセットです。当選するかどうかドキドキです。皆さんも石岡の魅力を再発見できるスタンプラリーに足を運んでみてはいかがですか。バイバイ。